でもその一つの拠点だろうと思うんですけれども、しばしば地方自治体というのは住民の自治の拠点ではなくて、あの国家の地方制度として機能してしまうことがしばしばあるわけです。でそこには葛藤があると思うんですけれども、まあ、あの残念ながら日本の地方教育行政というのは、あの中央の意思を下に伝えていく役割を果たしてきたわけですけれども、まあ、今までの8年間の取り組みというのは、それをですね、いくらかでも逆転させていきたいというようなことを考えていましたし、まあ、その中で先ほどご紹介いただいたあの学力の問題とかですね、学力というのは国家的な要請に基づいた学力ではなくて、あの人が生きていく上での力であったりとか、人と人との関係というところから学力を捉えていきたいなということをやっていました。で、その犬山の任期が終わって、まあ、ほっとしていたところ、前代教員長をやれということで、そのまま続いて今やっているところです。今2期目の1年目に入ったところです。それで、あの私はあの以前はあの九州の久留米大学という私立大学に行きましたけれども、まあ、そのところから考えていたのは、あの私立大学という言い方ですね、まあ、私立学校、これはあの学校教育法にあの学校法人が作った学校のことを私立大学というと定めていますので、まあ、そういう名前になっているわけですけれども、おかしな名前だなということをつくづく思っていました。というのは、あの私立大学であれ、国立大学であれ、公立大学であれ、あの学校教育法では、2枚目のところにあるんですけれども、教育基本法では、その学校は公の性質を有するものであって、6条に書いてある。公の性質を有するがゆえに、さまざまなあの設置基準によるあの規制がかかっていたりする。その規制というのはその、まあ、かなり現実には国家的な規制というんですか、国策的規制がたくさんかかっていると思うんですけれども、本来であればあの学校の公性ですね、公共性を確保するための規制として、まあ、それは必要な規制もあると思っています。で、そういうものであるならば、公の性質を有するものであるならば、私立学校というのはおかしいんじゃない、プライベートであるという言い方はおかしいんじゃない、やっぱり私立学校もやっぱり公の存在であるというふうに考えるべきだし、逆に言うと、国や地方公共団体が作った学校だからといって、これがこうであるとですね、いうことは直ちには言えないんだろうと思っています。あのつまり国や地方公共団体が関われば、それは国立とか公立とかっていう公がな名前がつくわけですけれども、あの、必ずしも、前提ですね、無前提に国が関わっているからそれは公であるとは言えないので、あの、まあ、国が関わっていてもそれは非常に私的なものがあったわけですね。私的利益を実現するための政策もたくさんあると思っています。まあ、その意味では、あの一つずつがですね、検証されなければいけない、あの公というものについてはですね、公共性の内容については一つずつ検証されていかなければ、それがあの全体的に公、国や国立や公立は、あらかじめ公であるとかですね、私立大学はあらかじめ市であるということはできないというふうに思っています。ということを、まあ、ちょっと前振りの話としてさせていただきまして、次1のですね、国立大学法人というところです。で、これはあの国立大学法人で言うまでもないというか、改めて言うまでもないことかもしれませんけれども、改めて整理をし直しておきたいなと思っています。というのは、これは国立大学関係者もですね、国立大学法人についての捉え方が必ずしもですね、あの事実に基づいたものではない捉え方をしているのではないかと思っているからです。で、一つは国立大学法人が設置されるその直前の段階でですね、国立大学関係者が考えていたのは、国立大学は行政機関であるという捉え方をしていたあの人が少なくない、国立大学の中にも行政機関だという捉え方をですね、まあ鵜呑みにしたといいますか、少なくないように思います。あの2枚目の、資料のところの、下から2つ目に国立大学法、あ、ごめんなさい、一番下ですね、一番下に旧国立学校設置法というのが挙げてあります。これも今ありませんけれども、この国立学校設置法は1949年に制定された法律ですが、
その時には第1条でこの法律により国立学校を設置すると書かれていて、第2項で国立学校は文部科学大臣、当時は文部大臣ですが、文部大臣の所管に属するというふうに書かれていました。つまり国立大学というものは、この法律、国立学校設置法に基づいて設置する教育機関であるということです。私は一番最初に冒頭に書きましたが、国民への応答責任ということを書きました。応答責任というのはリスポンシビリティで、責任という言葉はリスポンシビリティというのか、アカウンタビリティとか、あるいはライアビリティとかあるんですけれども、私この中で大学と国民との関係というのはそのリスポンシビリティである、国民に対する応答責任だというふうに考えています。で、現在求められているのはやたらアカウンタビリティが求められている。で、その中で数値目標がの達成が要求されるという仕組みの中に置かれているからですね。で、そうなっていく中で大学は国民に対して、何を国民が求めていて、大学として何を国民に返していかなければいけないのかということを自ら主体的に考えることをですね、やめているんじゃないか、あるいはやめさせられているんじゃないかということを感じています。つまり中期目標計画に沿った教育研究を行うことが大学に求められており、あるいはその中にいさえすれば、その目標を達成してさえいれば、一応大学はよくやっているということになる。ですからやたら評価をし、こんな評価本当に意味があるんだろうかということをしているわけですけれども、例えば学生による授業評価なんては必ずすることになっていますが、このやり方が本当にいいんだろうかということを思いますし、これは学生を本当はむしろよく育ててないんじゃないかというようなやり方での評価をしながら、でもおかしいと言えないというおかしなことになってしまっているというのが、そのアカウンタビリティを問う仕組みの中で、大学が自ら考えなくなっているんじゃないかなと思います。で、大学 その国民への応答責任というのは、ちょっと法的な言い方をすると、まず国民にはその高等教育を受ける権利があるということを確認しなければいけない。どう思います？それは国公私立に関わらず、大学は国民に対してその高等教育を受ける権利を保障する責務を担っていると思っています。で、それからもう一つ、憲法23条には学問の自由が保障されているわけですけれども、これは一般に学問研究の自由であるとか、学問の成果を向上する、あるいは学生に対して享受する自由であるというふうに考えられてきていくと思います。学問研究の自由とその成果の向上、あるいは教育の自由ということで位置づけられてきていて、で、その学問の自由というのは国民の高等教育を受ける権利に対する対応関係の中で初めて意味を持つものだと思います。またその憲法26条が23条の学問の自由は単に大学における研究者の自由ではないです。全ての国民が学問の自由を保障されていると憲法はやまなければならないと思うんですが、その国民が学問の自由を保障されるというときには、国民自らがですね、大学の研究者が行うような研究をする、学問研究するということではない。それは無理なことかもしれません。でもそれは国民がですね、大学研究機関における学問研究の成果を享受する自由を持つだと思うんですね。で、この享受する学問研究の成果を享受するというのは、そこで公表される成果を学んだりとか、あるいは大学で大学教育を受けるという自由権利だけではなくて、その大学がその研究成果を生かしてその社会にさまざまな貢献をしていくと、先ほど東北の地震のことも話にありましたけれども、ああいった時こそ大学がその力を発揮していって、その学問研究の成果を生かしていく、そういったものをですね、享受する権利が国民にはあるのだろうと思います。で、大学も、大学及び高等教育機関における自治というものは、その役割を適切に果たしていくための自由、あるいは自治であると思いますから、
整備やそれから設置者、まあ、設置者というのは国立大学の場合は、まあ、国立大学法人が設置者であるということになりますが、まあ、実質国ですね。国であったりとか、あるいは、まあ、私立大学の場合であれば学校法人に対する自立性というものを大学が持たなければならないだろうと思いますし、それから今日の国立大学の状況を見てみると、やはり学内の民主主義をどうやって確立するかということがやっぱり通説に大きな課題だと思っています。で、その上で高等教育機関というのは国民の富によって富に依存して成立しているものだと思います。これは、まあ、国立大学にいますとすぐに税金によってっていう話になるわけで、確かに税金によって運営費交付金は賄われているわけですけれども、それは政府からもらっているお金ではなくて、国民が生み出した富に依拠して教育研究を行っているということをやはり確認しなければいけないと思います。で、だからこそ、その国立大学は、あるいは大学というのはですね、国民に応答する責任を負っている。その国民に依拠しているからこそ国民に答えていかなければいけないということを思っています。あと1分になってしまったんですが、資料全然使わずにお話をここまでしてしまいましたが、後ろの方にですね、10月1日、ごめんなさい、10月15日付の、前代表の文書があります。で、これは文書のですね、2ページのところに、政策コンテストとパブリックコメントの問題点というものを指摘しています。全国の この時にはですね、全部の大学が組織的にですね、組織ぐるみで国立大学にお金を出すようにということを、メールを出せということをですね、学内から言われて、多くの方々は取り組みましたし、大学の組合の中にもそういったパブリックコメントを出すということを出して、国立大学の運営交付金を充実させろということをですね、コメントを書いたという組合もたくさんあります。ただ、前代表はそれに対して批判する立場にあります。要するに、国立大学の組合は、国立大学の運営費交付金を充実させるということをコメントすべきではない。むしろ、このあり方自体が問題である。で、要するに、高等教育や研究というものは、国立大学の運営費交付金を上げればいいという、そういう運動の仕方は間違いである。あるいは、大学の研究者というものは、もっと広い立場でですね、福祉や、それから教育の広い立場でこれはものを言うべきで、大学 の, もう関係者がですね、自分たちの力を自分たちのために使うべきではないということを、まあ、出したコメントです。これはあえて今回最後で紹介させていただきたいと思います。ちょっと時間が過ぎてしまったんですが、これで。